鈴木健一は、日本の政治家。三重県伊勢市長。元伊勢市議会議員。三重県伊勢市出身。三重県立伊勢高等学校、天理大学国際文化学部ロシア学科卒業。1999年4月、ボーリングアミューズメント企業の株式会社ラウンド1に就職。2001年に同社を退社。同年、衆議院議員。 山村県の公設秘書になる。2003年、秘書を退職。2003年、伊勢市議会議員に当選就任。2005年11月27日執行の市議選で2期目の当選。2009年10月7日、伊勢市長の森下隆夫が中部国際空港会場アクセス事業不審の責任を取り辞職。 それに伴って11月15日に執行された出直し市長選挙で前職の森下隆をかつて市長を務めた元衆議院議員の参村を破り初当選を果たした当日有権者数人最終投票率 66.89%2013 年元伊勢市議の長田明元名張市議の田郷強らを破り再選2017年無投票により参戦 ありがとうございます。